全国のサッカーファンの皆様、こんにちは。日本代表がアジアを相手に戦います、アジアチャレンジカップ。1回戦、今日の対戦相手はアジアの中でも高い評価を受けています、イラン代表。実況は私、八塚博士、おなじみのパンツェッタ・ジローラモさんとお送りしていきたいと思います。はい、レポーターのジローラモです。非常に楽しみな組み合わせです。ピッチ上に選手たちが元気な姿を見せています。メインスタンドから見て左に青のユニフォーム、日本代表、日本の国歌の吹奏です。コーナーキックとなります。ボールが流れた、これはディフェンダーがクリア、チャンスを生かせるか。速いボール、まだボールは生きている、いった、ミラクルゴール。前半13分、やはり決めたのはこの人、ナナミ。期待通りの活躍です。それではもう一度見てみましょう。ナナミ、素晴らしいシュートでした。ジャストミート、綺麗に振り抜きました。このシュートは素晴らしい。前半の24分、ボールは日本、どちらが主導権を握るんでしょうか。あーっと、インターセプト、サビを入れてつなぎます。中央に走り込む、強引に行った、入った、ゴール。前半24分、日本追いつかれてしまいました。 VTR 上がったようです。ちょっと力みすぎたんでしょうか。かなり厳しい状態か。前半の35分、アルアリ、ここからどう攻めるか。ボールを持ちました、あーっと、インターセプト、見せます、テクニシャン川本、ディフェンダーをかわした、浅いところから上げた、ダイレクトボレー、ファインゴール。前半35分、やはり決めたのはこの人、登場、期待通りの活躍です。早速リプレイに行ってみましょう。登場、難なく決めました。これはお見事、うまくタイミングを外しています。油断していると何をしてくるか分かりません。日本、ここからチャンスになるか。ボールを入れます、慎重に運んでいきます。秋田、大きくサイドチェンジ、ボールを流した、落ち着いてさばきます。足を引っ掛けた、審判が選手を呼びます。これはカードが出されるでしょう。イエローですね。ちょこんと横に出した、強い、決まった、ゴールイン。前半42分、前半終了直前に見事ゴールを奪っています。 VTR が出ます。ナナミ、素晴らしいシュートでした。ジャストミート、綺麗に振り抜きました。さあどうなる。前半45分が終了、日本2点のリード。
このリードは失いたくない。現在試合はハーフタイムを迎えています。東条ちょっと臆病になっています。積極性が欲しいところですね。エンドが変わりまして右から左に攻める日本代表、後半はどのような戦術を取ってくるんでしょうか。いやー、どっちも頑張ってますね。後半どうなるかとっても楽しみです。後半キックオフです。コーナーキックでゲーム再開です。カーブをかけてきた、合わせた、入った、ゴール。後半20分、ナナミ絶好調、ハットトリックです。早速リプレイに行ってみましょう。ナナミ素晴らしいシュートでした。これはお見事、うまくタイミングを外しています。この1点の持つ意味は普段にも増して大きい。そしてここで試合終了のホイッスル。結果は4-1、イラン代表を下しました。次につながるいい試合でした。チロラモさん、今日はありがとうございました。